平野がステージ上で一瞬倒れ込むようなシーンがありましたが、その直後に水を飲んで立ち上がり、再び元気にパフォーマンスを続けた姿は、多くのファンの心に深く刻まれました。ナンバーアンダーラインアイは、大の音楽業界においてユニークな音楽グループです。単なるアイドルグループの枠を超え、パフォーマンスの質、音楽性、観客とのコミュニケーション力など、常に新たな挑戦を続ける彼らの活動。 先日のドーム公演でも、彼らの魅力と個性が改めて発揮された。しかしその舞台裏では、あまり語られない偶然や奇跡が次々と起こり、ファンとの関係はさらに緊密になっていきました。まず、このドーム公演において特筆すべきは、メンバーの身体的な挑戦です。ロックフェスティバルへの出演直後に行われたこの公演では、メンバーたちは通常のアイドルの枠を超え、 アススリートのようなスタミナと体力を披露しましまた彼らはステージ上での過酷なパフォーマンスを終えた直後に、さらに野球やリレーといったスポーツ競技にも参加し、観客を驚かせました。このような体力的な負担にもかかわらず、彼らは終始笑顔を絶やさず、観客に対してエネルギーを与え続けたのです。特に印象的だったのは、平野紫の野球での姿です。普段はダンスや歌で観客を魅了する彼が、 野球のユニフォームを着てヘルメットをかぶり、完璧に似合っていたことには驚きを禁じえませんでした。平野が放つその存在感は、ステージ上とはまた異なるもので、彼の多彩さを改めて実感させるものでした。一方、岸優太のパフォーマンスも見逃せません。彼は野球において非常に礼儀正しく、ヘルメットをきちんと整えたり、白線を踏まないように気をつけるなど、細かな部分での気配りが目立ちました。 こうした態度は彼の人柄をよく表しており、観客からも大きな賞賛を受けました。また、神宮寺優太もステージ上でのパフォーマンスだけでなく、スポーツ競技においてもその才能を遺憾なく発揮しました。彼の動きには無駄がなく、そのスピードと技術には目を見張るものがありました。特に、リレーではその俊敏さが際立ち、観客からは歓声が上がりました。これらのパフォーマンスは、 単なるアイドルの枠を超えた、プロフェッショナルとしての彼らの姿勢を象徴していたと言えるでしょう。このような過酷なスケジュールにもかかわらず、ナンバーアンダーラインアイのメンバーはその場の雰囲気を楽しむ余裕さえ見せていました。彼らの笑顔や観客とのアイコンタクトは、彼らが心からこの瞬間を楽しんでいることを示しており、その姿は観客にも強く共感されました。彼らの一挙一動が、 ファンにとっては特別な瞬間であり、そのすべてが深く心に刻まれるものだったのです。ステージパフォーマンスにおいても、ナンバーアンダーライン愛は期待を裏切りませんでした。特に、ゴートとボーンのパフォーマンスでは、その独創的な演出と、メンバーそれぞれの個性が際立ち、観客を圧倒しました。彼らのステージは、単なる音楽の披露ではなく、一つの芸術作品とも言えるもので、 そののの完成度の高さには目を見張るものがありました彼らのパフォーマンスは、まるで一つの物語を紡ぐかのように進行し、観客を引き込む力を持っていました。さらに、ステージ上での彼らのビジュアルも、ファンにとっては大きな見どころとなりました。平野の爽やかな姿や、騎士のオーラ、そして神宮寺の高身長でスラッとした立ち姿は、まさにアイドルの頂点を極めるものであり、 その魅力は観客を魅了し続けました。特に、ファンが彼らを間近で見ることができたという点も、この公演の特別さを際立たせる要素の一つでした。このように、ナンバーアンダーライン愛のドーム公演は、彼らの多彩さとプロフェッショナリズムを余すところなく見せつけたものでしたが、その裏には、彼ら自身が経験したさまざまな偶然や奇跡がありました。ステージ上でのちょっとしたハプニングや、予想外の出来事が、 結果的に彼らのパフォーマンスをさらに印象的なものにし、それが観客との間に特別な絆を生むきっかけとなったのです。例えば、平野がステージ上で一瞬倒れ込むようなシーンがありましたが、その直後に水を飲んで立ち上がり、再び元気にパフォーマンスを続けた姿は、多くのファンの心に深く刻まれました。これは単なるアクシデントではなく、彼のプロフェッショナリズムと、その場を盛り上げるための努力の一環であったことが、 ファンには伝わったのですこうした小さな瞬間が積み重なり、彼らのパフォーマンスはより一層の輝きを増していきました。また、騎士が野球中に見せた気配りや、神宮寺のリレーでのスピード感など、彼らが持つ個々の特技や人柄が垣間見えるシーンが多くありました。これらのシーンは、単にパフォーマンスとして優れているだけでなく、彼らが常にファンや周囲の人々を大切にしていることを示しており、 それがファンとの絆をより強固なものにしているのです。さらに、この道具公演が特別だったのは、ファンとの一体感がこれまで以上に強く感じられたことです。彼らのパフォーマンスはもちろんのこと、ファンとの交流が非常に密接であり、観客席からは度々歓声や声援が飛び交いました。このようなファンとの相互作用は、ライブという一回限りの体験をさらに価値あるものにし、 参加したすべての人々にとって特別な思い出となったことでしょう。このような公演を成功させるためには、もちろん多くの努力と準備が必要ですが、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはそれを楽しみながらやってのけるというプロフェッショナリズムを持ち合わせています。彼らは単なるアイドルではなく、アーティストとしての自覚を持ち、自分たちのパフォーマンスに対して高い基準を課しているのです。これは、 ファンが彼らを支持し続ける理由の一つでもあります。また、最近の音楽シーンにおいて、ナンバーアンダーライン愛のようなグループがこれほどまでに成功している理由の一つには、彼らが常に進化を続けていることが挙げられます。彼らは一つの成功に満足せず、常に新しい挑戦を追い求めています。このような姿勢は、ファンだけでなく、業界全体からも高く評価されており、 彼らの活動が今後どのように進化していくのか、非常に興味深いものがあります。特に、最近の講演やイベントで見せたスポーツへの挑戦は、彼らの多彩さを改めて示すものでした。これまで音楽やダンスに専念してきた彼らが、スポーツの分野でもその才能を発揮することができるというのは、非常に驚くべきことです。さらに、これらのスポーツ活動が、単なる余興ではなく、 彼らのパフォーマンスの一部として観客に深く響いたという点も非常に重要です。また、彼らがスポーツを通じて見せたチームワークやメンバー同士の絆もこのドーム公演の成功の鍵となりました。彼らが互いにサポートし合い、時には助け合いながらステージを作り上げていく様子は観客にとっても感動的であり、その姿に多くのファンが共感したことでしょう。こうした絆が 彼らのパフォーマンスをさらに強固なものにし、観客との一体感を生み出す原動力となっているのです。さらに、ナンバーアンダーライン愛の活動は、単なるエンターテインメントにとどまらず、ファンに対してポジティブなメッセージを送り続けています。彼らの歌詞やパフォーマンスには、勇気や希望、そして愛といったテーマが多く含まれており、それがファンにとっての励みとなっているのです。このようなメッセージ性の強い活動は、 彼らが単なるアイドルではなく、社会的な存在としても影響力を持っていることを示しています。彼らの公演やパフォーマンスは、単なる一夜限りのショーではなく、ファンにとっての大切な思い出として、長く心に残るものです。それは、彼らが常に全力でパフォーマンスを行い、ファンとの絆を大切にしているからこそ実現できることです。今回のドーム公演も、その一環として、 多くののファンにととって特別なものとなもりましたこのようにナンバーアンダーライン愛のドーム公演は彼らの多彩さとプロフェッショナリズムそしてファンとの深い絆が見事に融合したものでした。彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントを超え観客にとっての一生の思い出となるものであり彼らの活動が今後も続いていくことをファンは心から願っていることでしょう。